すごくない？俺のマウスで映ってるところが見れるんだよ。ということで、柴田さんのモノマネしたいと思いません。よいしょ。はい、ということで、有名 YouTuber って、俺有名 YouTuber って、実力 100% で登ってきた人っていないんすよ。なんでかっていうと、俺実力 100% でここまで登ってこれた人って、めぐみさん以外いないんすよね。なんでかっていうと、めぐみさんは、まあ、やってて、で、ヒカキンさんどうなの？ビートボックスすごいじゃんって言われてるんですよ。ヒカキンさんのビートボックスって海外でバカ受けしてるんですよ。で、日本でもバカ受けする前に、めぐみさんとコラボしたりして、その時もチャンネル登録者1000人。で、めぐみさん10万人とかで。で、それで、何この人すごっ！ってなって、もっとみんなが見るようになって。そっからヒカキンさん、で、まほとさんは、まあ、いろいろあって、まほとさんも、なんか、やっぱりやってる空地にはじめ社長とかいろいろ仲間として一緒にやってったみたいな感じで、あといろいろいるじゃないですか。第三世代とかいっぱいいるんですよ。で、あと一人で有名だったのは、あとジェット大輔さんくらいね。ジェット大輔さんとか。ね。そういうところ。うん。で、禁断ボーイさんなんてね、まあ、東海オンエアでしょ。禁断ボーイズって誰？銀杏ボーイズみたいな、あのボケ動画みたいな、ああいう、なんだろう、ハライチの、ハライチゲームみたいなの前にやってて、いや、銀杏ボーイズ？シャカリキーボーイズみたいな感じだね。近代？みたいな感じで、あの動画あったじゃないですか。ああいうのからも有名になったし、っていうのはあるじゃないですか。で、東海オンエアさんだってやっぱ、まほとさんとコラボしたりしてる。エキトラハウスさんだってやっぱ、まほとさんとコラボしてるっていう。みんなコラボしないと YouTuber って有名になれないから、俺はそこをねコラボしないで頑張ろうかなと思います。よろしくチュース、うん、でもやっぱりある程度のところまで自分で行かないといけないですよね、うん、でも最終的にはやっぱりその魅力がないとダメなんだよってことは言いたい。コラボしてるだけじゃトップにはいけないぞって。やっぱヒキドラハウスさんだってあの編集力で、昔の編集とかめっちゃやばいよね。独特すぎる。癖強すぎるよね。ほーらーとか最近使ってないしね。いや、トイレでニュース、ドゥルルルルルルルとか言うのも、すごいもんね、あの編集。うん。編集が独特だよね。うん。まあそういうことですよ。結局みんな、案外自分の実力で上に登ってる人いない。だから恩返しができていいと思うんですよ。めぐみさん。意外にね。うん。はじめ社長も意外に100万とか、自力なんだろうね。いや、でも自力じゃない、まほちゃんと。まほとさんな、お前。なれなれしくすんな。自分に向かって言ってる。これね、みんな似てるように見えるでしょ。違うんだな。ここね、やっぱり しっかりとここ、モニターがあるわけよ。俺が動画撮ってると。そこの自分にこうやって、ズドーンって、ズドーンって言ってる。ここら辺、みんなに指をさせてるわけじゃなくて、俺は、画面とここでわかるよ。ここら辺にモニターがあるわけよ。ここ、いい気、ということでね。やべ、唐揚げ食った後のゲップはくせえということでね、次回の動画で会いましょう。あの前の前のまんまんのまんのもん。